さあそのシェフィールドと大谷翔平の対戦になります。1回の裏ワンボールツーストライク、空振り三振、アウトコースのブレーキングボールでした。大谷三振でツーアウトになっています。さあバッターボックス大谷翔平、空振り三振、ここも同じボールでした。2打席連続三振の大谷です。ここもアウトサイドのスライダー。でも今日のこの2つの三振、それから3つの空振りを見るとずっとこのボール投げられてしまう可能性がありますよね。大歓声の中で打席に向かいます。ワンツー、また来た、また同じボールで空振り三振です。大谷3打席すべて同じボールで空振り三振。天敵だったジャスティス・シェフィールドとは今日の3三振を加えると10-0、6三振という。捉えたか、先端に上がった、大きな打球だ、下がる下がる、フェンスまであと1メートル、大谷センターフライでした。ツーアウト。いやー、もうひと伸び足りませんでした。いやー、まあ普通に考えたら上がりすぎなんですよね。かなり高く上がった打球なんです。でもこの打球がセンターに飛んで、この一番深いところでフェンスを越える可能性があるのが大谷ですからね。MLB 見るならスポゾーンです。